塩崎氏は、日本の氏族の一つ。木の国塩の岬を発祥とするつもり系、関武平氏系が多い。つもり系が滅亡後、関武平氏系が起こった。品の国塩崎氏は、姓は現状が沢原系。その他、藤原系、楠木系とその名を継続している。ら良品軍は、古来、竹田と帯命の御部水別名跡を生産と、定め。 山を巡る地を開拓し、後世サラシナ軍と名付けた。武水別名は、サラシナ軍開拓の祖神で、忍宮と称した。武水別名の子孫で、代々この神社に奉仕する、神官家を、忍宮氏という。その流星時には、軍事をも兼ねて、診療資料を合わせ、2万5千国の児頭であったという。塩崎村のこを皇に5万長者があり。 あとに五人の子供に一万ずつ分与したが、次第に家が衰退していった。篠宮新刊家は皇妃のように小屋になり、清流は、源平時代に着手が絶えて、羽西品群水城山に鎮座するで早尾神社の新刊家関屋氏の公養子とし、これを篠宮太夫清州と言い,い、鎌倉幕府に仕えた。県武二年、清州から数世を経て、 北条時行刀であった篠宮氏を破った小笠原貞宗は篠宮神官か飛ぶ水別神の社座刀を滅ぼし篠宮省の半分を同族赤沢常大に分与した篠宮南北の省は長く小笠原氏の領地になった赤沢氏は郷氏桑原氏に小坂城を築かせて自らは塩崎城を要害とし篠宮省を支配した 大衛7年9月、大東合戦で、品野守護、小笠原長秀が、塩崎城に入城したものの、小笠原、赤沢軍の敗戦となり、塩崎城は、村上光つ神の支配になった。影響8年、小笠原正康は、品野守護となり、影響の乱に乗じて、村上よりを破り、塩崎城を回復、一族赤沢津島守を配属した。 この赤沢津島守は、四宮と桑原を支配し、桑原津島とも呼ばれた。諏訪御風霊の古書は、諏訪神社上社重要祭事における、頭役の記録から55年間である。記録によると、交渉2年、干渉3年に、桑原の藤原幸光、桑原は、桑原平正光がそれぞれ支配したとある。ここで、 雪光、貞光、正光は桑原を称しているが、姓を意味するものではなく、支配地は桑原であることを意味している。貞光と正光は、小笠原赤沢氏系図にその名が見られ、雪光の名は系図に見られないがその名から小笠原、赤沢一族と思われる。文明十三年、頭役名が、桑原原貞光から、塩崎原貞光となり、これが信濃、品の国塩崎氏の初見である。 この頃、小笠原家の家督相続の騒乱に乗じて、赤沢家家郎の桑原氏が、塩崎城を支配し、塩崎氏を名乗ったともあるが、源の貞光との関連性は不明。この、六郎次郎の名は、文明十二年から天正十一年の約100年にわたって踏襲されている。その期間、真田氏室賀氏や川中島地方の豪族や城氏らと連携した活動をしている。 特に、八代氏とは長期間にわたって、行動を密にしているため、親族関係にあったと思われる。天文16年、落眼寺家老、塩崎六郎様モルは、武田氏家臣大倉彦十郎によって討たれる。天文22年、塩崎氏は、村上則清夫の家臣であったが、八代氏らと共に、武田春信に出資した。以後、塩崎氏は、信濃先方州20期の将として、 平時は、常盤、合戦時は後備えを務めた。永六四年、第四次川中島の合戦時の夫人では、武田義信の左翼に位置している。天正十一年、武田氏の滅亡後、六郎次郎は、八代秀政と当時の主家小笠原上京を通じ、徳川家康に投降、大久保忠を預かりとなったが、徳川氏へ従属の生死には、塩崎氏の記録はない。八代氏は、 徳川や旗本としてその名を残している。文禄3年の記録に、尾崎三郎左衛門の同心として、塩崎重太郎が、米沢藩主上杉氏に仕える。ありがとうございます。